愛する日なげしごきげんよう、まてひめしえです。今回は天真爛漫娘のね、6月に主に出す動画を、撮影してまいりましたので、はい、今回のまてひめのメイクと衣装を紹介していきたいと思います。今回のメイクはこんな感じです。珍しく今日はちょっとね、目の下にちょっと緑っぽい寒色っぽいやつを入れてもらって、目の上のシャドウは赤みがかった紫みたいな感じで、はい、いつもと違う感じの目元にしてみました。そして今回のヘアメイクはこんな感じです。いつも結構ね、あの巻き下ろしとかツインテールとか多いんですけど、今回はちょっと片側に寄せてちょっと編み込みみたいな感じしてもらったんですけど、これもまたね、正面から見ても結構リボンリボンしてて可愛いんですけど、一番可愛いのが横を向いた時なんですよ。結構リボンをね、しっかり編み込んでいただいて、いつも割となんか暖色系ピンクとか赤とかそういう系の、赤っぽい感じのリボンが多いんだけど、今回ね、青いリボンをちょっとつけさせてもらって、ちょっとね、可愛い可愛いよりはちょっとね、引き締まった感じで、はい、すごいこれもまたありだなって思いました。今回の衣装はこんな感じです。これはね、ワンピースの方は前も着てたやつなんですけど、今日はね、ちょっとこの下にブラウスを中に着てみました。もうこれもこれでありですよね。これは結構洋風の見た目ではあって、結構レースレースしてるんだけど、よく見るとここら辺とか和柄で結構可愛い、よく見たら和柄ロリ系だけど、なんかちゃんと和柄って感じで、はい、すごい可愛い感じのゴークミヤビさんの衣装です。はい、というわけで今回のまてひめの衣装とメイク紹介でした。また次回お会いしましょう。さらばじゃ。本日も動画見ていただきありがとうございました。概要欄の方に2.1ルー毎月ワンマンの、詳細のホームページを載せておりますので、皆さんぜひぜひ予約よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンもぜひ押してください。というわけで、バイバイ。